の足をね、ここから手前に引っ張って、来た来た、2個入った、これさすがにいけるんじゃない、押したら。押せ。オッケーオッケー、1個行きました、1個行きました。はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はスプレー崩し詰まった時の対処法というタイトルでお送りしていきます。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは2月17日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はこちらのディスプレイ崩し、こちらは現場の音声とともにお楽しみください。来ました来ました来ました。アームがねじれた、よいしょって感じで、アームを戻して今度は右奥でね、この手をよいしょよいしょよいしょ、12、11、11、やばい、挟まった、これはやばいやつ、押していきます。さてどうでしょう、落ちてくれ、落ちてくれ、落ちてくれないか、うわーやばい、挟まっちゃいましたね、はい、はい、というかね、まあこれまだ見えてないんで、というわけで続いてもう一回いきます。これね、今度この子を土台にいきます。あ、足が出てきたかな、足に引っかかってくれ、16、15、うわー足に引っかからんか、12、11、10、この足に引っかかって出てきて、6、5、4、3、はい、とりあえず押します。これ取れてほしいなー、あ、そっち、うわ関係ないやつ、関係ないやつが出てきた、関係ないやつが出てきた、やばいやばいやばい。まあでもこれね、上のカービィ落とすとね、もう漏れなくね、バウンドで切ってくれるんで、まあもう一回今度ね、この足を出して、足を引っ掛けて、このカービィ、うわ足が引っかかなんか、うーん足が出てきてくれないとこれ厳しいな、あーやばい、もうね、どうしてもこのね、あ、足出てきたかな、これでいけるかな、なんだ、6、うわ足がちょっとこれね、カービィ押せないんでね、ちょっとカービィがカービィが邪魔して、とりあえず時間なくなって戻します。押してくれ、うわやばい、完全にやばいな、これやばいな、あいつを落として、あいつを落としながら行こうかなと思ったんですけどね、うーん、こいつを落として、このあのカービィをちょっとね、あのディスプレイをね引っ掛けたままねやってるとね、ハテナが出るんでね、スタッフさんが、まあ、これをしにまたね、あ、こっち、そうそうそう、その足、その足を、足、うわ奥の足が抜けないな、あれ、さて、押しましょうか、アームの向きが変わったんで、この手、この手を、手を押してくれ、この手を、あ、いけるいける、もうちょいもうちょいもうちょい、お、お、お、まさかこれが確率か、さすがに無理か、ちょっとね、了解します。まあね、まだアラームも鳴ってないしね、あ、挟まっちゃってるんでね、意外とね、バレておりません、はい、という感じでね、慌てずに行こうかと思います。っていうか、両替機がない、あれ、あれ10か、あっちから両替機って感じでね、ちょっととはいえね、とはいえちょっとね、急ぎましょう、はい、まあ、1000円で決めれるとは思うんですけど、一応2000円両替しておきます。なるほど、早くね、冷静にいきましょうと言いながらね、結構焦っております。あれというわけで、どこだったかな、こっちじゃない、まあ、ここね、今日はね、ありがたいことにね、あのお客さんもいないですしね、広いんでね、はい、というわけで行きます。あとはこのカービィですね、このカービィを、カービィが取れんな、あー惜しいね、このカービィね、ちょっとアームの向き変えます。で、このカービィの足をね、ここから手前に引っ張ってきた、
来た来た、2個入った。これさすがにいけるんじゃない、押したら。押せ。オッケーオッケー、行きました、行ってきましたね。はい、行ってきました。というわけで1個ゲットですね。というわけでもう1個挟まっちゃったんで、これどうしましょうかね。というわけで、よし、あのスタッフさんが今取ったんでね。でこれはもう自力で落とさないとね。あ、まだ当たるかな。まだちょっとね、欲深い私は。このもう1個上のターンがいけるかもしれませんね。あ、来た来た来た。よし、というわけで13 12 11 19 8 7 6 5 4 3、とりあえず押してみます。これは押してみます、はい、というわけでディスプレイで2個ゲットです。というわけで無事にゲットです。はい、というわけでね、あの現場の音声でお楽しみいただきましたか。はい、そしてね、こちらからね、今度解説していこうかと思います。はい、でね、こちらね、あのリクエストのあった大きなスヌーピーね、まあ今回のプレゼント期間のスヌーピーですね、こちら攻略法皆さんにお届けしようかと思います。でね、このスヌーピー見てください。この耳、スヌーピー大体耳ね、真ん中で縫われているんですよね。なのでね、そこにぶっ刺しております。さあどうでしょう、見てください。一撃でね、この頭をね、頭の重心をね、シールド側に一気に寄せることができました。そしてここですね、ここからもう一度右アームで同じ耳に引っ掛けていこうかと思います。耳にもう一度ストップボタンで引っ掛けます。さて、どうでしょう、ここから引き上げることができれば、はい、来ましたね。一気に重心、シールドを乗せれました。はい。というわけで、続いてはこれね、首で寄せていきましょうか。もうイメージとしてはね、この顎をね、右アームで思いっきり寄せながらね、こうぐぬっとね、頭をね、もうそのままぬるっとシールド内側に移そうと思います。まあね、今見た感じパワーはかなりあるんで、さあどうでしょう、引き上がってきて、ここから、おーっと、なんだ今の、ややこしいぞ。微妙でしたね、景品が大きすぎてね、あの重たかった時にシールドに引っかかっちゃいましたね。はい、というわけで、こうクルリンパでいこうかと思います。無理やりクルリンパで寄せていきます。さあどうでしょう、もう頭はね、狙いとしてはね、これね、頭のシールドをね、頭をシールドを内側に入れていこうかと思っております。さあどうだ、ここからすくい上げて、おっ、おお、なんだこれ。これはね、私ね、あのちゃんと落とします。理由としてはね、このね、左側のね、ガラスに当たっておりません。あくまでこれはね、スヌーピーがね、あのフィールドというかね、あのフィールドのシールド側でね、あの足2本で耐えております。というわけで、これね、手前アームで足を払っていこうかと思います。これね、あの、足が2本とも引っかかっているんでね、耐えてる状態なんですが、さあ、どうでしょう。はい、無事に、マッチョがスヌーピーをゲットです。リプレイで見ていきましょう。これね、先ほども言ったのですが、2本なのでしっかりね、この引っかかったんでね、どちらか片一方をね、サクッとね、外しちゃえばね、もうそれはもう間違いなくゲットです。ただ、やはり、怖いですよね。ゲットできそうな時ほど怖いんですよね、こういうプレイはね。はい。なのでね、本来ですとね、押しにも良かったと思います。はい。ですが、あえて今回ね、すくい、ちょっとだけ足をすくい上げてみました。というわけで、超でっかいスヌーピー。今回のプレゼント企画のスヌーピーです。こちら皆さんにね、プレゼントしますんで、もしよかったらね、あの、エントリーよろしくお願いいたします。というわけで、超でっかいスヌーピー、超スリーゲットです。はい、というわけで、続いてこちら行きましょう。こちらね、3000円企画で攻略したあのケロッピーになるんですが、もう一度狙っていこうかと思います。はい、でね、狙いとしてはもうこちら、私前回も言ったんですが、これね、一択です。なので、あの、攻略法としてはね、お尻のタグがあるんで、そちらをね、シールド側に向けたいんですが、さあどうでしょう。あ、逆向いちゃいましたね。なので、ね、どちらかというとね、適当に、まあ、適当にね、こう転がしながらね、下半身がシールドに向くっていうのを待つっていう状態になっております。ただこれ景品ちょっとだいぶ奥の方に行っちゃったんで、頭つまみ寄せていきましょう。ただこのケロッピーね、頭がね、ちょっとここ首でね、ここ、ふにっとこう、光があるんで、ね、そこを狙って、あ、いい感じですね。あ、お尻がこちら向きましたね、はい。なのでね、頭がね、これ意外と引っかからんでね、そこはそこでいい感じに使えますね。はい。というわけで、続いては下半身つまんでいきましょう。頭ずりずりでいきます。頭ずりずりでケロッピーを引っ張っていきたいのですが、あーっと、ちょっと狙いが悪かったか。うん。というわけで、続いては、タグいきましょうか。ね、ちょっとね、あの、ここからね、かなりシールドが遠いんですが、一応タグがね、お尻のところ丸見えです。なので、そのタグを狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう、左アームでタグ。おっと、これはどうだ、どっちだ、さて、成功はしているのか。残念、失敗しております。
っぱね、丸いところにね、タグが乗っかってるので、どうしてもアーム落としたときにね、こう弾かれちゃうんですよね。なんでそこが難しかったですね。はい。というわけで、続いてもう一度いきます。もう一度タグかけていきます。さて、左アームをスッと下ろして、ボディを滑らせて、サラダ。あ、やっぱり、ちょっとボタン押さえ。いい感じにタグ出しになれば、お、どうでしょう。一応タグ出しにはなったかな。はいはい。というわけで続いてもう一度いきます。はい。ただこれタグね、ちょっとね、縦になっちゃってるんでね、少しつけるには厳しいポイントになっております。なの、一旦ね、この紙ラベルをぶっ刺してね、ちょっとこう弾いてね、タグ出し、タグの移動させていこうかと思います。さあ、どうでしょう。これが動いたかな？うん。さて、もう一度いきます。これで今さっきのプレイでね、タグ出てきたので、タグ出てるんですけどね、かけやすい向きになったんで、それ狙っていこうかと思います。確かにね、ここでかけても意味はないんですがね、まあね、ちょっといたずらにね、下半身を引っ張ってもね、ちょっと難しそうなので、やはり今回はタグかけいくというところになっております。さあ、どうでしょう。お尻を滑らせて、ストップボタン。キッハーツをずっぽし、決まりました。決まりましたよ、ずっぽし。さて、ここからどうでしょう。シールドからめちゃくちゃ遠いので、ああ、やっぱそんなもんですよね。まあまあまあね、はい。で、分かってました。というわけで、続いていきましょう。続いて、こんちゃんね、ちょっとね、タグがもう狙えなくなって、今度、下半身をつまみ寄せていこうかと思います。狙いとしてはね、頭ずりずりでいきます。頭ずりずりで下半身をそのままシールドにね、乗せていこうと思うんですが、さあ、どうでしょう。これは狙いが悪かったな。ちょっと難しいんですよね。やっぱ、景品がね、細いんでね、アームからどうしてもこう、スキルに抜けていくんでね、はい。というわけで、もう一度いこうかと思います。なので、あまりね、その景品の外側を持っちゃうと抜けちゃいますし、あまりにも真ん中を持っちゃうとね、今度はそれはそれでね、こうなんですかね、全体を持ち上げてしまうんでね、なかなかアームの位置が難しいです。3だ。手前とね、ここ、手前アームと左アームでね、ちょっと景品を払おうと思ったんですが、ちょっと難しそうですね。はい。というわけで、続いて、よしましょう。僕行きましょうか。タグ行きましょう。ちょっとね、まだタグ出てないんですけど、さあどうだ。滑らせながら、だいぶ無理やり。これはさすがに無理ですね。ごめんなさい。ちょっとね、映像的にちょっと同じことばっかりをやってるようになってるんですがね。まあ、ここね、やっぱ、高確率ゾーンです。高確率ゾーンからね、この長い景品はね、高確率ゾーンでタグ決めるというなかなか美味しい状態になるんですよね。はい。というわけで、もう一度いきます。すいません。もう一度いきます。さあどうでしょう。どうだ。これはどうだ。入っているようにも見えるがさ、どうなんだ。これは。来ましたけど、ずっぽし、あーって今ずっぽし決まっていたのに抜けちゃいましたね。刺さりが浅かったです。惜しいですね。もう一度いきましょう。もう一度いきます。今度はかなり肩かけやすいポジションなんで、滑らせながら、はい、決まりました。ストップボタンで決まりました。さて、今度こそ高確率音でずっぽし。さて、ここから引き上げて、こいこいこい、来た。おーきーよかったです。危なかったですね。やっぱね、ケロッピーね、これ、ね、頭が一応ね、こう平べったいでね、この転がりをね、防いでくれましたね。というわけで、これ、クルリンパ行きましょうか。まあ、景品長いです。なのでね、クルリンパもそう難しくはないと思うんですが、さあ、どうでしょう。はい、無事に、マッチがクルリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。これね、クルリンパのポイント一つあります。先ほど言った首にアームを入れちゃうとね、どうしてもね、この左側にね、ぐーっと引っ張っちゃうんでね、頭の細くなってる部分ですよね。を狙って、クルリンパ狙ってみました。まぁ、ちょっとタグ掛けをね、たくさんして失敗しちゃってるんですがね、検査だけ、トータル的にはまあね、まあまあ、そこそこの攻略でした。はい。というわけで、こちらちょっと古めの景品になるんですが、エンダーマンかな。エンダーマンのリュック狙っていこうかと思います。まだね、これね、なぜかこの状態で紐放置されておったんで、とりあえず騙されたと思って掛けていこうかと思います。さあ、どうでしょう。これね、上の紐はね、シールド内側入ってるんでね、かけれないで、下の紐ですね、狙いは。決まりました、来ました、来ました。悪くないですね。今の一撃でね、こう、紐、上の下もね、どちらも引っ掛けれるようになったんで、そこを一気にぶっ刺して狙っていこうかと思います。もう、全部引っ掛けですよ、全部引っ掛け。はい、全部引っ掛けで、とりあえず、どこかがで引っ張ってくるでしょう。さて、引っ張ってこれるのか、パワーは大丈夫か。はい、行きましたね。はい。というわけでね、重心の頭乗せることができました。というわけで、ここクルリンパで最後フィニッシュ決めていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。まあね、重心が頭乗ってます。そしてね、下半身もこう細くなってるんでね、クルリンパも難しくはないと思いますが、無事にクルリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。まあ、ここまでね、しっかりね、アシストのようなね、シールドを立てかけているんでね、あとはね、この下半身をね、しっかりアームから抜けていくイメージだけ、ここからですね、スッと。そしてね、お尻ですね、イメージで言うとお尻ら辺を3本ですくい上げる感じ。はい。
これはまあね、超初級のクルリンパですね。まあ間違いなくアームからすり抜けていくイメージできてます。そして重心、まあ玉も乗ってますからね。はい、というわけで、エンダーマン。やっぱりね、リュックは紐ですね。はい、というわけで、ね、超お得に300円でゲットです。はい。というわけでね、本日はね、ディスプレイゲット、ね、ちょっと崩した後に詰まっちゃった時のね、気まずい雰囲気をね、どう対処するか、2個目落として、それから上から落としちゃってください。はい。という感じで、ね、ちょっとね、特殊な外し方だったんですけどね、まあまあ、使えそうな時は、ちょっと皆さん使ってみてください。というわけで、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。